私の目の前で緩やかに閉じられた頑丈なドアの前に小型な遠椅子が一個据えられている。そうしてその前に一個の驚くべき異様な人物が私を眼下に見下しながら雲をつくばかりに突っ立っているのであった。それは身長6尺を超えるかと思われる大男であった。顔が馬のように長くて皮膚の色は瀬戸物のように生白かった。薄く長く引いた眉の下にクジラのような目が小さく並んで、その中にヨボヨボの老人かまたは瀕死の病人見たような青白い瞳が力なくどんよりと曇っていた。鼻は外国人のように隆々とそびえていて、鼻筋がピカピカと白光りに光っている。その下に大きく横一文字に閉ざされた唇の色がそこいらの皮膚の色と一続きに生白く見えるのは何か悪い病気にかかっているせいではあるまいか。